三井住友海上グループホールディングス株式会社は三井住友海上火災保険の株式移転により2008年4月1日に設立された保険持ち株会社。略称は英文社名の頭文字から取った無四具が主に用いられるが当初の上場銘柄としての略称は三井住友フィナンシャルグループとの混同を避けるため当社発足前に子会社の三井 住友会場火災保険に使われていた30会場を用いていた。2010年4月1日、IOE 損害保険、日清堂話損害保険との経営統合により、MS&AD インシュアランスグループホールディングスに称号を変更した。三井住友会場火災保険株式会社が経営管理の高度化、グループシナジーの追求、意思決定の迅速化、 多様な事業体制、人事体制度を通じた人材育成を目的として持ち株会社体制に移行することを2007年8月22日に発表。2008年1月31日に開催された三井住友海上火災保険の臨時株主総会で単独株式移転を行うことが承認され4月1日に持ち株会社として 三井住友会場グループホールディングス株式会社が設立された。単独株式移転のため、設立した時点では三井住友会場のみが直接の子会社であったが、三井住友会場が保有していた、三井住友会場きらめき生命保険、三井住友会場メットライフ生命保険、三井ダイレクト損害保険の3社の株式を移転させ、直接の子会社に加えた。 2008年12月29日以降、アイオイ損害保険、日清同和損害保険との経営統合を検討しているとの報道がなされていたが、2009年1月23日に2010年4月の経営統合を正式発表。三井住友海上グループホールディングス株式会社がアイオイ損害保険と日清同和損害保険両社との間で株式交換を実施して、 両者を参加に収めると同時に MS&AD インシュアランスグループホールディングス株式会社に称号変更した。この経営統合により採用的業である東京海上ホールディングスを抜いて日本最大の損害保険会社が誕生した。ありがとうございます。